台湾食品で。さあ2021年はっきり言うとね、知ってたんだけどね、世間はあらちょっとアホなんで、ね、どうしようもないんだよね。 PFSFS かな、PFACS かな、人口80万人も減らされてるのにね、なんでみんなニコニコヘラヘラしてるのか分からん。花火大会がすごいわけじゃない、花火はどうでもいい話だよ。この地球によったら頭おかしくなる、で、ツイッターの広告もスケベなやつばっかりみたいなバカだね。